の人が僕を変えた。もしかしてあの人は。先生が思ってるほど俺はバカじゃないですよ。こんな時期に勉強嫌いだって言ってんのがバカだって言ってんだよ。ピースしろよお前。走ってやるよ。走ってやるよ。結婚して遅くに子供を産めばよかった。しょうがないだろ。あいつと俺と親父とおふくろとそれから兄貴も混じってちょっと奇妙なゲームが始まった。あの髪の毛入れないでください。老け落ちますよ。僕は家庭教師ですから。